おはようございます。ただいまから予算決算委員会を開会いたします。審査につきましては、お手元に配布いたしました審査順序により進めてまいりたいと思いますので、ご了承を願います。これより、各分科会の審査報告に移ります。案件を付にいたします。議案第120号、ないし同第130号。 以上の案件を一括議題としこれより各分科会の審査報告に移りますまず第一分科会の審査報告を求めます第一分科会委員長小倉幸太郎委員小倉幸太郎委員 去る12日の予算決算委員会において、当分科会に分担となりました案件の審査の経過と結果についてご報告申し上げます。議案第120号、令和元年度会津若松市一般会計補正予算第4号のうち、当分科会に分担となりました案件についてであります。本案についてまず問われましたのは、町内情報化推進事業費におけるマイキー ID の設定支援の目的についてであります。これに対し 企画政策部から個人番号カードの普及拡大だけが本事業の目的ではなく消費税増税後の消費活性化東京オリンピック・パラリンピック後の景気の落ち込み防止キャッシュレス決済の促進の4つの目的があるところである企画政策部においてはすでに個人番号カードを取得している方へマイキー ID の設定を促しまたその設定には インターネットやカードリーダー等が必要になることから、それらに関する支援を行うものである。個人番号カードの普及拡大自体は、市民部において個人番号カード交付円滑化計画に沿って取り組むものであるとの答弁がありました。次に問われましたのは、個人番号カードを取得していない方への普及方法等における市民部との協議状況についてであります。これに対し 企画政策部から個人番号カードの普及拡大については市民部において来庁者への案内やホームページ等を活用した広報に取り組むなど役割を分担して取り組んでいるところであり企画副参事会議等で協議が行われた経過はないとの答弁がありました以上の論点となりました以外にもマイキー ID 設定を促すための通知の作成、封入、業務委託の契約方法 個人番号カードの普及状況、財政管理費における財務会計システムの改修等委託にかかる財源措置や契約方法などについて質疑応答が交わされた経過にあります。以上のような質疑を踏まえ、本案については、マイキー ID の設定促進を論点とし、委員間討議を行ったところであります。委員間討議においては、今後、 健康保険証との一体化など、個人番号カードの利用拡大に伴い、個人情報漏洩の危険性が高まることが危惧されることから、国に対し一定の抑制を求める必要があるとの意見。マイキー ID 設定の際も、人的な要因などで個人情報の漏洩が懸念されるが、個人番号カードの取得については、個人に取得の自由があるとの意見。医療費の抑制など、 個人番号カードが普及されることに伴うメリットもあり、インターネット社会の中では利便性も高く利用が拡大されるべきであるとの意見、国においてはポイント還元分の予算を他事業に使うべきであり、個人番号カードと連携せずとも消費活性化などの目的は達成できるのではないかとの意見、個人番号カードを取得していない方への普及拡大策などについて、 町内で一体的に協議した計画がなく、部局横断的な連携が不足しているとの意見など、さまざまな認識が示されたところでありますが、分科会としては、個人情報の漏洩対策や、部局横断的な町内連携が必要であるとの合意点を確認したものであります。また、本案については、一部委員より反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。その意見としては、 本事業は個人番号カード取得者に対し、マイキー ID の設定を促す事業であるが、マイキー ID 設定と個人番号カードの取得は表裏一体であり、国の基準に基づき、策定した個人番号カード交付円滑化計画に基づく取り組みである。本事業は個人番号カードの普及以外に消費活性化などの目的もあるが、健康保険証との一体化など、利用が拡大されることに伴い、 個人情報の漏洩の可能性も拡大する恐れがある。新たにさまざまな仕組みを作らずとも、その目的を推進することは可能であり、税金の無駄遣いであると考えることから反対するというものであります。以上のような反対の意見がありましたので、本案は評決に付された結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決成られた次第であります。以上で 当党分科会に分担となりました案件につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わりまついに第2分科会の審査報告を求めます。第2分科会委員長、古川祐一議員。 古川雄一委員去る12日の予算決算委員会において、党分科会に分担となりました案件の審査の経過と結果について、ご報告を申し上げます。 初めに、議案第120号、令和元年度会津若松市一般会計補正予算第4号のうち、党分科会に分担となりました案件についてであります。法案については、法案についてまず問われましたのは、国の基準に基づいて策定した個人番号カード交付円滑化計画の考え方についてであります。これにに対し、市民部から、国においては、 個人番号カードの人口に対する交付枚数率を令和2年7月末までに23.5%以上、令和3年3月末までに47.1%以上、令和5年3月末までに90%以上とする基準を示しており、本市においても令和4年度末までに90.2%にする個人番号カード 交付円滑化計画を策定し、普及を進めるための体制整備を図りながら、目標達成のための取り組みを行っていくとの答弁がありました。次に問われましたのは、市職員に対する個人番号カードの取得勧奨の在り方についてであります。これに対し、市民部から国においては、地方公務員等の個人番号カードの取得勧奨を進めており、 本市においても教材組合経由で個人番号カードの申請取得状況の紹介をするとともに取得に向けた依頼を行っているが取得を強制するものではないとの答弁がありました次に通りましたのは個人番号カード交付円滑化計画に基づいた体制整備の必要性についてでありますこれに対し市民部から国においては個人番号の 利活用の促進を図るため、令和2年度からの個人番号を活用した自治体ポイントによる消費活性化策や、令和3年3月からの個人番号カードの健康保険証利用の仕組みの本格運用などの取り組みを進めていくこととしており、これらの需要を見込んで交付枚数率の想定を行っている。これらのの施策の 実施に伴い、市としても交付手続きの集中が想定されることから、必要となる体制整備を図っていくとの答弁がありました。次に問われましたのは、生活保護法に基づく各種扶助費等において、医療扶助費が増加した理由と改善に向けた取り組みについてであります。これに対し、健康福祉部から、医療扶助,扶助費については、 被保護者のの高齢化化や生活習慣病の重症化医療の高度化に伴い増加傾向にある今後日常生活支援員等による生活指導などを通して生活習慣病の重症化を防ぐ取り組みを進めるとともに健康管理につながる事業の実施も検討したいとの答弁がありました次に問われましたのは未熟児養育医療費の 対象者が増加したた理由と制度の活用にに向けた取り組みについてでありますこれに対し、健康福祉部から、子どもにかかる医療費制度については、子ども医療費と未熟児養育医療費の2つの制度が設けられており、これまでも医療機関に対して目的に応じた制度の利用を依頼してきたが、子ども医療費については、手続きが不要であることから、 子ども医療費制度が利用されてきた実態があった。今回指定、指定養育医療機関である武田総合病院において、制度の趣旨に基づき、未熟児養育医療費制度の積極的な活用を進めたことに伴い、未熟児養育医療費の増,増額となったものである。未熟児養育医療費制度の活用を進めていくには、 医療機関の理解や未熟児を持つ保護者の協力,協力が必要となることから、今後とも制度の周知や申請手続きの簡略化などに努めたいとの答弁がありました。次に問われましたのは、小中学校の教科書の改定に合わせた指導書等の購入の必要性についてであります。これに対し、教育委員会から、すべての教員が指導書等を活用することで、 市内全体において一定の水準を保ちながら、授業の準備が可能となるよう購入しようとするものであるとの答弁がありました。異常の主要な論点以外にも、個人番号カード交付円滑化計画の位置づけ、個人番号カード交付事務にタブレットを導入することの効果、生活扶助費の減額理由と就労支援の在り方、 未熟ののの定義と養育医療費制度の周知の考え方教育指導書等購入費の予算計上時期の考え方、教育指導書の1冊当たりの単価が高額となる理由、算数のみデジタル教科書を購入する理由とセットの内容等について、質疑応答が交わされた経過にありますが、法案については、一部委員会 委員から反対のの意見がありましたのでその理由としては、本予算、本補正予算には、住民基本台帳事務費、住民基本台帳ネットワーク事務費が含まれており、国の基準に基づき策定した個人番号カード交付円滑化計画に沿って、個人番号カードの市民への普及を進めていくための、 体制整備を図るるものである個人番号制度については、第一に、国がすべての国民に番号をつけて管理するという、国民総背番号制ともいえるような憲法にも、憲法にも違反する国民管理システムであること、第二に、個人情報流出の危険性という点において、内閣府の外局である個人情報保護委員会が、 平成30年度上半期に報告を受けた個人情報に関する事故報告は596件にも上り、また昨年12月には、東京、大阪両国税局に有する個人情報のうち、約240万人分のデータが流出し、さらに神奈川県においては廃棄したハードディスクが違法転売されるなど、情報漏えい 事案に対する市民の疑念や不安も依然として払拭されているとは言えず、問題が多い制度である。この個人情報漏えいの危険性という点においては、政府は今後、個人番号カードを現在の行政機関の公的認証だけではなく、広く民間の金融、医療、福祉、イベント事業等にも利用できるように拡大しようとしており、実際に、 2年後の令和3年3月からは、個人番号カードを健康保険証としても利用できるようにする法改正が行われ、個人情報が危険にさらされる危惧が拡大していることから、法案に反対するというものであります。以上のような反対の意見がありましたので、法案は評決に付された結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと結成られました。次に 議案第122号、令和元年度、藍坂町国民健康保険特別会計補正予算第2号についてでありますが、法案については、何ら異論なく、原案のとおり可決すべきものと結成られました。次に、議案第128号、令和元年度、藍坂町介護保険特別会計補正予算第2号についてであります。法案についてまず問われましたのは、 訪問給食サービス事業費が増額となった要因についてでありますこれに対し、健康福祉部から、これまで本事業による配食数は月平均3700食前後で推移してきたが、本年11月時点においては、月平均6000食から6800食まで大幅に増加している。これは本事業に参入する事業者が4社、 まで増加し選択肢が増えたことで利用しやすくなったことによるものと考えているとの答弁がありました次に通りましたのは給食訪問サービス事業を利用した見守り活動と地域の各種主体との情報共有についてでありますこれに対し健康福祉部から見守,る見守り情報については個人情報としての取り扱いに注意をしながら 地域包括ケア会議などの場を活用して、必要な情報の共有を行っている、今後、孤立死等防止対策連携会議などとの連携も進めながら、関係団体間の見守りネットワークの構築に努めたいとの答弁がありました。以以上の主要な論点以外にも 訪問給食サービスの実施内容と今後の方向性などについて質に応答が交わされた経過にありますが法案については特に異論がないことから原案のとおり可決すべきものと決成られました最後に議案第130号令和元年度会坂若高知高齢者医療特別会計補正予算第2号についてでありますが法案については何ら異論なく 下案の通り可決すべきものと決せられた次第であります以上で当分科会に分担となりました案件全部についてのその審査の経過と結果についての報告を終わります 次に第三文化会の審査報告を求めます第三文化会委員長中島義道委員中島義道委員 春 12, 12日の予算決算委員会において、党分科会に分担となりました案件の審査の経過と結果についてご報告申し上げます。はじめに、議案第120号、令和元年度会津若松市一般会計補正予算第4号のうち、党分科会に分担となりました案件についてであります。本案について、まず問われましたのは、林業専用道整備事業について、繰越免許費を設定することになった 経緯についてでありますこれに対し、農政部から本事業は国庫補助金を活用しており、国との事業の全体計画の協議後に工事に着手することとされているが、当初、見込みよりその協議に時間を要したものである、さらに台風19号による被害に伴い国から通知された台風19号に係る応急復旧工事等の優先的かつ円滑な実施・ などについてに基づき測量設計業務の自宅者から台風被害の復旧に要する調査を優先するため自宅業務の一時中止の協議があり国の通知を踏まえこれに応じたところであるこれらのことから事業の年度内完了が見込めなくなったため繰越免許費を設定するものであるとの答弁がありました。以以上問われました以外にも 林業専用道整備事業における震災復興特別交付金の措置状況と今後の見通しなどについて質疑応答が交わされた結果にありますが本案については特に異論がないことから原案のとおり可決すべきものと決成られました次に議案第123号令和元年度会津若松市観光施設事業特別会計補正予算第2号についてであります 本案については、施設、施設、若松城、ライトアップ事業の予算措置の内容、プロポーサル審査の考え方、これまでの応募実績と今後の発注の在り方などについて、質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり、可決すべきものと決定されました。最後に、議案第125号、令和元年度会津若松市地方卸売市場、 事業特別会計補正予算第2号についてでありますが、本案については何ら異論がなく、原案の通り可決すべきものと決せられた次第であります。以上で、党分科会に分断となりました案件全部につきまして、その審査,審査の経過と結果について報告を終わります。

えー、さ去る12日の予算決算委員会において党分科会に分担となりました案件の審査の経過と結果についてご報告申し上げますはじめに事案第120号令和元年度会津若松市一般会計補正予算第4号のうち党分科会に分担されました案件についてであります本案については債務負担行為を設定する 道路関連の事業について質疑が交わされた経過にありますまず問われましたのは道路に関する市民要望の優先順位の考え方についてでありますこれに対し建設部建設部から舗装については福井や利用度、人火連単の状況などまた維持修繕については知見度や損傷度。 主要幹線道路であるかなどさまざまな項目について検討し数値化した上で優先順位を判断しているとの答弁がありました次に問われましたのは道路に関する市民要望に応えるための予算確保に向けた考えについてでありますこれに対し建設部から本年9月定例会における次回からの要望的意見を受け 次年度予算では、例年より多くの予算が確保できるよう要望しているところであり、より多くの市民要望に応え,えられるよう取り組んでいくとの答弁がありました。以上の論点以外にも、実施箇所と市民要望との関連性、要望者への対応、入札や事業完了時期の見込みなどについて、 質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については、特に異論がないことから、原案のとおり、確決すべきものと決せられました。次に、事案第121号、令和元年度会津若松市水道事業会計補正予算第1号についてであります。本案については、職員手当が減額となった要因などについて、 質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。次に事案第124号、令和元年度会津若松下水道事業特別会計補正予算第2号についてでありますが、法案については、何ら異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、事案第126 12号、令和元年度会津若松市大仁町土地区画整理事業特,特別会計補正予算第2号についてであります。本案については、繰越名著,名著使用を設定している、設定して、実施する大仁町土地区画整理、大仁町土地区画整理促進事業における、 各地、出地型確認測量乗務について、委託料の設置産根拠や委託する事業者の条件などについて、質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。最後に、事案第127号、令和元年度会津若松農業集落排水事業特別会計補正予算第2号、 および同第129号、令和元年度会津若松市、個別生活排水事業特別会計補正予算第2号の2案件についてでありますが、これら2案件については、何ら異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられた次第であります。以上で、当分科会に分担されました案件全部につきまして、その審査と、審査の経過と結果についての報告を終わります。 以上で各分科会の審査報告が終わりましたのでこれより審査報告に対する質疑に入りますなお審査報告に対する質疑は各分科会での審査の経過と結果に対する質疑でありまた審査の概要の理解事実の確認であって自らの論点を正すものでなくさらに意見の改陳は討論でなさるべきで べきものであるので、これらの点に留意し発言を願います。以上で各分科会の審査報告に対する質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。はい。満場ご異議ないものと認め、審査報告に対する質疑を打ち切ります。次に委員間討論に入ります。まず委員間討論の方法についてでありますが。 論点を持って委員間投入を提案するものに対して議論しようとする者が一名以上ある場合に実施するものとの申し合わせが行われております委員間投入をご提案される方は議案名及び事業名委員間投入を必要とする論点理由等についてご説明願いますなお委員間投入は委員総合間の自由な投入を中心とし論点を整理し 争点を明らかにし適切な説明責任議決責任を果たそうとするものでありますのでその趣旨についてご留意願います委員官等にをご提案される委員の方は挙手を願います内容でありますので以上で委員官等にを打ち切りたいと思いますがご異議ありませんか 万条御異議ないものと認め委員官投入を打ち切ります討論に入ります原田委員原田俊弘委員 私は、議案第120号令和元年度会津若松一般会計補正予算第4号に反対の立場で討論をいたします。本補正予算の中には、歳出の部2巻総務費第1項総務管理費第3目情報管理費に、庁内情報化推進事業費467万8000円、また同冠 第3項戸籍住民基本台帳費、第1目戸籍住民基本台帳費には、住民基本台帳事務費209万6000円、住民基本台帳ネットワークシステム事業費9万1千円が計上されています、1項3目情報管理費の町内情報化推進事業費は、個人番号カードを用いて、 マイキー ID を設定する支援を行う事業費であり参考1目の住民基本台帳事務費と住民基本台帳ネットワークシステム事業費は国の基準に基づき策定した個人番号カード交付円滑化計画に沿って個人番号カードの市民への普及を進めていくための体制整備を図るための事業費です予算決算委員会第1分科会において 企画政策部からは、令和2年9月から翌年3月にかけて、7ヶ月間実施されるマイナポイントサービスについて、個人番号カード普及だけが目的ではなく、消費税増税に伴うポイント還元の後継事業として、景気対策やキャッシュレス基盤の構築など、4つの目的を持った事業であるとの説明がありましたが、そもそもは国の 個人番号カード交付円滑化計画に基づく事業であり、マイナポイントを誘い水にして、令和4年度末までに住民のほとんどに個人番号カードを取得させることを最大の目的としています。個人番号制、いわゆるマイナンバー制度については、繰り返し述べてきたとおり、一つに 国がすべての国民に番号をつけて管理するという、国民創世番号制ともいえるような、憲法にも違反する国民監視システムであると考えること、2つに、個人情報流出の危険性という点でも、個人情報保護委員会が2018年度上半期に報告を受けた個人情報の報告自己報告は596件にも上ること。 昨年12月の国税局の委託業者による約240万人分の個人情報の流出、また最近でも神奈川県で県が廃棄したハードディスクの違法転売で出てはいけない多くの個人情報が流出したことなど、引き続き情報漏えい事案も多数発生し、このことに関する市民の疑念や 不安も依然とととしてて払拭されいいいるるは言ええない問題が多い制度であると考えますこの個人情報漏えいの危険性という点では政府は今後マイナンバーカードを現在の行政機関の公的認証だけでなく広く民間の金融医療福祉イベント事業等にも利用できるように拡大しようとしており実際に 2年後の2021年3月からは、マイナンバーカードを健康保険証としても利用できるようにする法改正が行われ、個人情報が危険にさらされる危惧が拡大しています。個人認証についても、にしても、キャッシュレス基盤の構築にしても、また景気対策としてのポイント還元にしても、どれをとっても 個人番号制度がなくても実現可能なものばかりであり、そこに膨大な税金をつぎ込み、個人のあ、国民の個人情報を国の関係機関で一元的に管理するのは税金の無駄遣いであり、国民の個人情報コントロール権を侵害するという憲法上も大きな問題があるものであります。よって本案には 反対いたします以上で討論を打ち切り、採決に移りたいと思いますが、ご意議ありませんか。 万丈ご因来ものと認め、討論を打ち切り、採決に入ります。ただいま、反対意見のありました案件を分離し、採決いたします。議案、第百二十号。令和元年度、会津若松市一般会計補正予算。第四号については、これを原案の通り決することに賛成の方の、規律を求めます。はい、結構です。 規立多数。よって、議案第120号は原案のとおり決せられました。続いて、ただいま採決いたしました案件を除く、その他の,その,他の案件について採決いたします。以上の案件については、各分科会の審査報告のとおり、決することにご異議ありませんか。万丈御異議なるものと認めます。よって、以上の案件は、 各分科会の審査報告のとおり、決せられました。以上で予算決算委員会を閉会いたします。